ボイスフェアリスタよ。はい、ということで1週間ぶりの動画なんですけれども、じゃあね、本当にこの1週間私死んでました。はい、熱、頭痛、倦怠感、味覚の薄れと、まあ完全に薬丸みたいな状態で1週間ね、ちょっと寝込んでたんですけど、まあやつかなって感じですね。まあ検査はしてないんですけどね、そんなにその症状重くなかったんで、自宅療養って形に、まあ自分で勝手にしたというか、病院行きたくなかったというかね、そんな本当に死ぬほどしんどくなかったんで、まあ、ずっと寝てたんですけど、まあそれでね、ようやく元気になってきたので、今日からね、動画投稿頑張っていきたいと思います。で、本当は今日の動画、私がね、その時の様子とかつらつら喋るような内容にしようかなって思ってたんだけど、なんか今日のお昼ぐらいに、私と K さんが、治ったっていうことで、ちょっと喋ってたんですけど、私がね、死んでた時、とかについて、そう喋ってたら、その内容をなんか、隠し撮りされてたみたいで、なんかその時の音声で今日の動画にするからって言われたんで、今日私は何も喋ることないみたいです。はい。まぁ、ちょっとね、内容が内容なんで、あれなんですけど、なぜか私はめっちゃ怒られましたね。病院行けって怒られました。で、先に弁明させてほしい。でもね、コロナってね、自分で分かってたんだったら病院行かない方がいいと思うんだよね。なんだろう、本当にしんどかったら行った方がいいと思うけど、だって、でも映すだけじゃん。っていう弁明をしてから、じゃあ、隠し撮りパートに行きましょう。いや、本当に、皆さんご心配おかけしました。それでは、どうぞ。いや、マジで行かないから。本当に行かない。約束してたでしょ。約束、じゃあ今元気だもん。マジで。治りました。は？治った。いや、もうそれ、昨日、一昨日も行ってて、結局それ動画撮れなかったし。だら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 ね、微妙に病気ついてる状態をね、やるんじゃなくて、ちゃんと治すの。え、治ったんだ、今日。真面目に治すの。今病院行ったらだって移すでしょ。いや、だって、多分コロナウイルスだよ。え、危ないじゃん、行ったら。病院っておじいちゃんおばあちゃんいるのに、おじいちゃんおばあちゃんに移したら大変じゃん。でかいだった、ね、自宅療養しろって。自宅療養それ長続きすぎでしょ。いやでも、これ、普通に、だって長続きしすぎって言われても、長いことしんどかったんだからしょうがないじゃん。いや別に、病気、普段から、食生活が、もう野菜を食べないだとか、関係ないだろコロナウイルスに野菜。全裸で寝るとか、はい。もう風邪ひくような、もう生活を毎日してるっていうのもありますけども、最悪風邪ひいたら、とっとと薬もらってきたんですよ。違う、風邪じゃなかったもん。いや、コロナかどうか判断するのはうちらじゃないんで。違う、病院で判断してくれんて。いや、まあ、そう。保健所に電話してだもん。だって自覚症状で多分コロナの人が病院行ったら迷惑だろ普通に。だって倦怠感あって頭痛あって熱続いて味覚薄れて、いやコロナやん。いやコロナです。なんで自宅療養してました。一番正しい。だってほんと文句ある筋やから、一番正しい。病院行くのが一番あかんと思うな。しかも、今行くのは一番謎。治ったもん。だって、一週間寝て。一週間わからんけど。6日ぐらい寝てた？行くんだったらもっと早いと思う。早い段階でも行ったらうつすで死んじゃうんだって。おじちゃんおばあちゃんが。これ病院嫌いっていうのもあるけど、自分がね。繰り返しになりますけど、だったらじゃあなんで昨日の段階で起きれなかったら病院行くって話してたじゃん。昨日起きれなかったじゃなくて、明日もしんどくて、動画撮れなそうだったら病院行くっていう約束だ。しんどくはないもん。で、動画撮れんかったら確かに、普通に寝てて、これは病気と関係ないんだって、もう寝てたんよ。ごめん。今日は普通に寝てた。朝、ごめん。そういうことされると、こっちはね、そっちが本当に具合悪くて、起きれないのか、でも普段の。あ、そう、ごめん、申し訳ない。いや、その前は具合本当に悪くて、今日は寝坊しました。ごめんなさい。
まあ、でもそう言っとるけど、いやでもしょうがない、これはだって、なかなかない一週間寝るなんて、体バグるよ、そりゃ。一日ぐらいは。いや、私だって別に、病人をね、無理やりね、叩き起こしたりしたくないんですよ。いや、まあ、わかんないもんね、そっちからしたらうちがまだしんどいのか、ただ寝てるだけなのかわかんないもんな。その時になんかそういう嘘を使えると。嘘ついてないって正直言ってやん。だから今日寝ちゃったって嘘、何の嘘もついてない。ごめん、寝過ごしちゃったって言ったじゃん。2回起こしましたよ、ちゃんと。そっちが起きるの遅いって分かってるから目覚めが遅いの分かってるから。朝8時ぐらいに声かけられた気がする。確かに。いや、6時にも起こしました。早い。6時と8時って、そんぐらいそっち起きるの寝起きは弱いね。6時と8時は寝とるわ。いや、10時までにその動画の仕事終わらせませんよ。終わらせませんよ。終わらせよって話してて、でしかも今日動画ないというか決まってなかったんでまあ確かに。でしかもそっち起き出してからどんなに早くても1時間ぐらいはだるだるだるしてる。まあ確かに、ごめんなさい。はい、ごめんなさい。よかったですね。いや、よかった。でも、ケイさんは来週。やばいけどね。一緒に住んでますからね。潜伏期間1週間だから。てか、もうそろそろやばいかも。わかんない。でも、無自覚とか無症状あるらしいから。絶対映るけどね。そうですね。どうしよう。もともと、私、別のところに住んでて、作業してたんですけど。あ、そうそう、今テレワーク状態ですよ。一緒に住んでるからね。まあ、まあでもうちマジ部屋から出んかったから、多分そんなに菌が撒いてないと思う。マジで部屋から出んかったもん。確かに。うん、マジで出んかった。私も普段以上に1日もう10回ぐらい手洗ってるんで。ああ、だったら大丈夫なのかな。変わんない。えぐかったね、でも。あ、いやでも、きつく、ま、うん、いや、そんなきつくなかったよな。もう別に、しんどかったけど、しんどくらいだったな。逆にその普段お腹が弱くなりやすいのに、そっちの症状が出なかったんで。どう？なんか、その風邪とか、まあ、今回コロナもあったんですけど、うん。で、じゃないと、定期的にお腹痛くなって寝込むじゃないですか。お腹痛くなって寝込むっけ。お腹痛い時はトイレにこもるけど。トイレにこもったりとか、ベッドでうなってたりとか。じゃああれは、トイレ、ベッドでうなることはあんまないだろう。この前のやつ、あれは、なんか知らんけど、くそ痛かったね。あれは、だって速攻病院行ったもんね、痛すぎて。無理って思って。あれは多分ケトジェニックダイエットのせいだよ。はい、あれの多分腸がバグった。うん。えぐかったね。でもね、なんだろう。思ったのが、一応味覚がなくなるとかではなかったんだけど、味覚が薄くなる？あ、味が薄くなるから、あんまご飯が美味しくなかったんだから。あんま、だからめっちゃ痩せてよ。それって、その、鼻が詰まった？いや、鼻が詰まって、あ、鼻が詰まってたけど、あ、そうか。そっち。いや、でも、うん。塩とか減るんですか？それとも、うま？いや、薄い味が。うん、薄かった。唐辛子が辛い。体弱くなると唐辛子が辛い感じ。え、多分、味覚じゃないからじゃない？ああ、そういうことかって思ったもん。唐辛子だけはすごい際立った味を感じた。味じゃないんだけど、のが、そう、同じ量で めっちゃ辛く感じたね。はい。言ってますね。辛さ、痛みだ。どんなに料理の味、そうどんなにでも料理の味は素晴らしい、ね、そう、まあ、不変なんだと思った辛さは。もしこのウィズにかかって食欲がなかったら辛いもの食べようっていう。辛いものだと味する、味じゃないかもしれんけど。いやでもまさかだな、引きこもってたのになると思わんかったね。まあわかんないけどね、検査しないから。でもなかなか検査させてくれないっぽいけどね。ああ、みたいですね。うん、普通に病院行ってもしてくれないっぽいよ。まあ、現在そのかかってるかどうかっていう検査もありますし、なんかそのうちそのかかったことがあるのかどうかっていう検査も
来るんですか。どうだろう、それはまだなんじゃない。しばらくします。しばらくかかりそう。まあ貴重な体験だったね。前向きに捉えると流行りに乗っかれた。謹慎すぎた。職業病ですよ、YouTuber。YouTuber。思ったもん。あ、これ、多分コロナや、動画できるなって。いや、その、気力わかんかったけど、治るまで。今、だってあ、まあでも、ひごもった方がいいだろうね。映したらほんとシャレにならないから。いや、まあ、若い年にはせないなって思ったね。まあ、そうだね。まあ、ちょっとしんどい。インフルエンザ。のちょっと軽いぐらいだったけど、うちはね、インフルエンザほどしんどくなかったの。まあただ、その結構その症状っていうか、まちまちみたいな。ああ、人によるだろ。まあ気をつけた方がいいのは間違いないね。でもうち、本当に家に引きこもってたのに。どこでもらってくるか分かんないですよね。うん、まあでも先週、行ったからね。症の説ある。だって、人がいっぱい行って、潜伏期間1週間だとして、先週どこ行ったか。症だから。症と症ぐらいか。症ってその休校とかに対応してなんか子供が給食代わりみたいなセットみたいな販売しちゃったんですけど、帰って。いやもうあんだけ人いたよ。いやめちゃめちゃ人いたよ。うちコロナウイルスだコロナウイルスだってめっちゃみんな言ってるからさ、今ならめっちゃ空いてるだろうなと思って行ったのに。増えてたからね、満席だったでしょ、びっくりしたわ。先週の段階だとまだその都心とかでちょっと出るか出ないかいや、そんなことないでしょ、もう結構出てたね。山口の方はあ、山口は少ないね、確かにコロナウイルスのあれ、うん、検査してないだけだと思うよ。いや、ぶっちゃけせんとこみたいな、うん、結構世論的にはそういう感じですよね。ああ、する、しない、医療崩壊が起きるからみたいなね、あので隔離する場所が少ないんでしょ、で、家に閉じこもっとけっていう話よね、まあ、それが一番いいと思うけどね、まあ、なんか、高齢とか、めっちゃしんどいとかじゃない限り、まあ、ほんまにしんどかったら、検査しろよってなるけど、まあ、その辺は判断してるんじゃない、ちゃんと、わかんないけど。そういうの結構、感染拡大とは。うん、まあ、一応37度5分以上の熱が4日続いたら電話しろって書いてあって、調べてたけど、まあ、それもそうですね、その何熱測らなかったら気に入ってんでずっと思ってますけど、測ったよ、測ってました、ね、1回だけ。今度からいやだって分かるじゃん、熱あるなって分かる意味なくない。あるな、これはある。病人の言うことあるわ、これは熱。ゆうくんの言うことは信じちゃうか。だから一回測ったもん。一回測って熱 ありました。あ、やっぱりね。終わりよ、それで。その時に何度ですか。え、37度キューブ。あるな。あ、まあまあ、そんなもんだろうなって。まあ、このしんどさ、そのぐらいだろうな。39度とかだったらもっとしんどかったから、多分さすがに病院行ってたと思うよ。ほんと、ほどほどだったんよ。うざいぐらいに。あーしんどい。きちい。熱とも言う。あーだれ、無理。あー体痛い。みたいな。体痛いとかもそう、地形ですよ。地形そっち。まあ、普通の風邪じゃなくって。あーまあ確かに。ウイルス系も。そうそう。痩せたね。でも、マジで。4キロぐらい痩せたね。1週間。ほんまに食わなかったもん、飯。一日一食、まあ、昨日今日はちょっと食ったけど、食べたけど、おとといより前とかほんまに何も食う気する。おかゆ食いたかったもんね、もはや。大体うちで食べるの、私が作って、よっか作って、その、一緒に食べるかどうかって感じですけど、食べる時間がそっちらに煮込んでるんで、とりあえず作っといて、うん、で、鍋かその冷蔵庫に入れたりしてるんですけど、で、私が寝て起きたらまだその、手つけないと残ってるとか。普段だったら絶対ないもんね。マジ食欲が頑張ったよね。はあ、いや、しんどかったわ、普通に。ということで、やはりシャンネル、これから復活しますので。どういうこと？
え？何の話？ああ、そっか、気づいてない。あ、撮ってたってこと？いつから？どの辺から撮ってたの？わかんな。そんな、地味な。ドッキリでもない、ただ撮ってた。もうこれ撮っとけば、とりあえず動画1本目、復活1本目撮れるかな。あははは、虎視眈々だね。確かに、うちも楽でいいわ、それは。まあ、冒頭だけ撮ればいいのにね。らしいです、皆さん。なんか、はい、すいません。ご迷惑というか、ご心配おかけしました、1週間ほど。1週間かな、1週間、ちょっと、音沙汰なかったと思うんですけど、ちょっとマジで死んでましたね。うん。いや、これ、普通に喋るのが撮ろうと思って、台本考えようって思ってたのに、楽でいいね。なんかめっちゃ説教されてたんだけど、なぜか。なんで？なんで？病人に死体に鞭を打つようなことされてるんですよ、皆さん、家で。ひどいですね、本当に。同情のグッドボタンお願いします。はい。じゃあ、こんな感じで。今日の動画は、いや、フェアリーちゃんの声一週間出してないから超むずいんだけど。やば、一週間ぐらいもっと変な感じ。はい、ということで今日のメアリーチャンネルはここまで。ご一緒いただきありがとうございました。バイバーイ。メアリースチャンネル収録動画投稿中。よかったらチャンネル登録して明日もまた見に来てね。